こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、令和3年確定申告、コロナ延長をしない方が良い3つの理由というテーマですね、お話ししたいと思います。ではですね、今日のアジェンダです。令和3年度の確定申告の期限ですね、これはどうなったのかという話です。で、延長をですね、どうやってすればいいんですか、延長には理由が必要なんですか、どうなんですか、だから理由がないのに延長を進めない理由ですね、こちらをお話ししたいと思います。まあ、結局ですね、この動画ではですね、延長した方がいいの、ね、しない方がいいのっていうことにですね、お答えしていきたいなというところになります。ではですね、令和3年度の確定申告の期限、これどうなっているかというとですね、国税庁のホームページからですね、で通常であれば確定申告というのがですね、2月の16日から3月の15日までですね、これが確定申告期限というところが、まあ、原則になってくるんですけども、まあ、今年度ですね、どうなったかというとですね、令和3年分確定申告について新型コロナウイルス感染症の影響により申告となどがですね、困難な方については令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告の期限の延長を申請することができるようにしましたよというふうに書いてあります。つまりですね、一律の延長はまずないということなんですよ。去年一昨年とですね、一律で延長になってました、ね、4月15日までっていう形で、ね、一律で延長になってたんですけども、令和3年度分についてはですね、延長は一律ではないですよと。ただ簡易な方法で、ね、延長することができますよ、4月15日まで延長することができますよということで、個別にですね、個別にやってくださいよという形になったということですね。じゃあ実際にですね、どういうふうに延長の申請をするんですかっていうですね、これ非常に簡単です、ね、これ紙でね、申告出す方ですね、右上にですね、新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請というふうに書けばいいって話なんですよ、ね、書けばいいですよと。申告書の右上に、まあ、メモみたいなものですね、メモ書きしてもらえばいいですよという話です。でこれは消費税とか増税の申告も同じです。同じようなやり方でここにメモしていただければいいですよということになります。でただですね、電子申告する方ですね、電子申告する方っていうのはこういった特記事項っていうところ、ね、特記事項っていうところに書いておいてくださいと、ね、一応ですね、特記事項というところに新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請という形で書いてくださいよと。で消費税についてはちょっと特記事項っていうのがないらしいんですね。ないので、この住所の建物名というところですね、建物名というところに、まあ、無理やりですけども、ね、無理やり入れてくださいねと。新型コロナウイルスによる申告の期限延長申請ということで、ね、住所のこの建物のところに入れてくださいねという形になっています。まあ、つまりですね、電子申告の場合は、まあ、特記事項などにですね、こう分かるように記載しておけばいいですよということになっております。でそれでですね、この申告期限なんですけども、ちょっと注意していただきたいのが、この簡易な方法で延長が認められるのは4月15日までになっております。あのメモ書きでいいっていうのは4月15日までですね。でちなみに消費税ですね、消費税はもともとですね、消費税の申告期限というのが3月の末ですね、3月31日が申告期限なんですけども、なのでこちらに関しては4月の31日まで、ここまでの延長ですよということになっています。でそれ以降ですね、それ以降4月15日以降の延長は認められないかというと認められます。でこれに関しては個別のですね、期限延長申請というのが必要になってきますよということになります。でこの簡易な、ね、延長申請に関してですけれども、一応ですね、こういうふうな、文言が書いてあります。オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて納税者ご自身や従業員、顧問税理士などが自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースが増加していると想定されることを踏まえたものですよということですね。なので、一応ですね、こういった理由の方が対象ですよということになっております。で実際に理由は問われはしないんですけれども、理由がないのに延長というのはお勧めしません、ね、理由を問われるわけじゃないんですけどね、ですけども、理由がないのにただただですね、もうめんどくさいからって言って延長してしまうというのはお勧めしませんよということです。なぜかというとですね、なぜかというと、おそらくですよ、おそらくこれは私の、ね、個人的な意見なんですけども、大部分の人は3月15日までに
提出するのではないかと予想しています。予想しています。なぜかというと、まあ、オミクロン株ですね、まあ、非常に、ね、感染拡大してますけれども、無症状の人も非常に多いっていうふうに、ね、報道されています。なので国税庁もですね、おそらく延長する人が少数と見込んでですね、見込んで一律の延長にしなかったんじゃないかなというふうに思っています。そうすると大多数の人がですね、大多数の人がもうその期限までに3月15日までに出すんじゃないかなと思いますので、そうするとそれ以降ですね、3月15日、本来であれば延長すれば4月15日まで、延長になっているんですけども、3月15日以降に提出する人が少なければ、少ないと仮定すれば、ね、目立ってしまう恐れがあるんじゃないかということなんですよ。でそうするとです ね、理由なく3月15日以降に提出するデメリットとしてですね、デメリットとして、3つほどあるんですけども、まず1つ目ですね、これ後から出すとするとちょっと目立っちゃうと、ね、大多数の人が3月15日に、提出して、ね、少数の人が4月15日っていうところで、言うとですね、ちょっと目立っちゃうからと。でそうすると税務署にですね、もうくまなくチェックされるっていうですね、可能性があるよということですね。まあ、混んでる時に、提出はですね、そんなにチェックっていうのは、できないでしょうと。でも空いてる時にですね、空いてる時にこう出してしまうとですね、もう結構暇になってくまなくチェックされるという可能性はありますよということですね。それから金融機関ですね、融資受けてる方は確定申告書を提出しなければいけません。ね、金融機関に提出しなければいけないんですけども、まあ、そこが遅くなってしまうということになってしまいますので、金融機関から見てもですね、ちょっと印象が悪くなっちゃうかなと。実際にコロナにね、感染してしまったっていう方はもちろんいいんですよ。もちろん、ね、そういった理由があればいいんですけども、何も理由なくですね、遅くなっちゃって、ね、たとえですね、コロナによる援助申請って書いてあったとしてもですね、あまりいい印象を持たれないんじゃないかなというふうに思っています。でそれから3つ目です。3つ目は延長癖がついてしまうんじゃないかということですね。これ連続してですね、2年間4月15日だったんですよ、ね、通常1ヶ月間の確定申告期限が2ヶ月間ですね、2ヶ月っていうのが2年間続いちゃったんですよ。これを3年やってしまうとですね、もう戻れなくなっちゃうわけですよね。まあ、はっきり言って税理士としてもですね、そこは非常に恐れてます。事務所全体としてもですね、税理士事務所全体としてもやっぱりこれですね、もともと3月15日だから3月15日、ね、なんだと4月15日でいいやって思っちゃうとですね、その癖がついてしまう。それが、ね、やっぱり怖いんじゃないかというところになりますので、なのでですね、理由がないのであればですね、理由がないのであれば3月15日までに出した方がいいんじゃないかということになります。なので、ね、延長理由ない方ですね、3月15日までに提出しましょうということです。もちろんですね、もちろん感染ので大変な方は当然の権利ですから、これは延長してくださいよということですね。これはね、3月15日で提出しましょうというのは何の影響ないかですね、何の影響もない方というのは、ね、できれば3月15日までに出した方がいいですよということになりますので、まあ、この点だけですね、ご注意くださいということになります。でそれからですね、最後にですね、ちょっとお知らせなんですけども、まあ、令和3年の確定申告支援プロジェクトということでですね、2月16日からいよいよですね、確定申告始まります。なので3月10日までですね、平日昼12時に配信していこうかなというふうに思っていますよということですね。なので日によってはですね、1日2本ですね、配信ということになるということですね。でこのお昼の時間に何を配信するかというとですね、確定申告でですね、大家さん、まあ、不動産所得、やられている方ですね、間違いやすいポイントですね、まあ、これをその項目を、まあ、1日1つですね、解説していこうかなというふうに思っていますということなので、ぜひですね、チャンネル登録、ね、高評価ボタンぜひしていただければと思います。はい、では、以上になります。ありがとうございました。